ケニー・ベイカーこと、ケネス・クレイトン・ベイカーは、アメリカ合衆国のフィドルプレイヤー。ビル・モンローのブルー・グラス・ボーイズに25年間在籍した。ベイカーは、ケンタッキー州バーディンに生まれ、フィドル奏者であった彼の父に同行し、フィドルを教わった。当初、ベイカーは、スイングフィドルのマリオン・サムナーや、ジャンゴ、ラインハルト、ステファン・グラッペリの影響を受けていた。彼は、 ベズレ・ヘムスチールの一員として、ケンタッキーの炭鉱で働いた後、アメリカ海軍でフィドルの演奏をしていた。ドン・ギブソンのバンドにマリオン・サムナーの代わりとして加入。当初、ウェスタンスウィングを弾いていたベーカーは、ブルーグラスにはほとんど興味がなかった。しかし、ホイール・ホス、ロア・ノークといった曲が、彼をブルーグラスの世界に引き込むこととなる。 ドン・ギブソンと海軍での異門演奏をしている間に、ベーカーはビル・モンローと出会い、バンドへと誘われる。こうして、彼の最初のレコーディングは、ブルーグラス・ボーイズの一員として、1957年12月15日に行われた。ケニー・ベーカーは、ブルーグラス・ボーイズの他のメンバーに比べ、長期間にわたり、バンドに在籍した。ベーカーは、 アンクルペン・バンダイバーから譲り受けた曲をレコードするフィドラーとしてモンローに見染められていた。1984年にブルーグラスボーイズを去るまでベーカーはボブ・ブラック、アラン・マーフィー、レッタ・マーフィーといった仲間たちと演奏を続けた。1973年にはボブ・ブラックと ALA ・マーフィーと共にドライアンドダスティーをレコーディング。ブラックとマーフィー兄弟との一夏が過ぎた後、 ベーカーはフラットスクラックスのホギー・マウンテン・ボーイズでドブロを弾いていたジョッシュ・グレーブスと組み始める。この二人はグレーブスが2006年にこの世を去るまでチームを組み続けた。ベーカーはブルーグラスにおいて最も影響力のあったフィドラーであると考えられている。彼のロングボースタイルはビル・モンローのフィドル・ベースの音楽に滑らかさと成長さを加えた。 ベーカーとモンローの長期にわたるタックはフィドルチューンにおいてビルキースによるメロディック盤上奏法の発展を促した。1999年にはインターナショナルブルーグラスミュージックホールオブオーナーを受賞。彼は様々なレーベルから多くのアルバムをリリースした。彼のレーベルはカントリーレコーズ、ジャスミン、ラウンダーレコーズなどで最も頻繁にオムズを用いた。 ベーカーは奏者でもあり、また多くのブルーグラスにおけるフィドル曲の作曲者でもある。死去前はケンタッキー州ジェンキンスに住んでいた。ベーカーは2011年7月8日、テネシー州ガルガチンの病院で発作から来る、合併症によりこの世を去った。ありがとうございます。